武市瑞山は、幕末の志士、土佐藩郷士。土佐勤王党の名手。通称は、半平太で、武市半平太と呼称されることも多い。幼名は、かまもる。忌み名はこなて。号は瑞山、または、妙観。変名は、柳川左門。後に、柳川左門と変名した際は雅号を吹山とした。土佐藩郷士、武市正恒の長男。母は、大石の娘。妻は、土佐藩郷士、島村源次郎の長女、富子。子女はなし。板垣退助とは、親戚、坂本龍馬とは遠縁にあたる。優れた、剣術家であり、黒船来航以降の時世の動揺を受けて、攘夷と挙藩勤王を掲げる土佐勤王党を結成。賛成、吉田東洋を暗殺して、反論を尊王攘夷に転換させることに成功した。京都と江戸での国事修正によって一時は反論を主導し、享楽における尊王攘夷運動の中心的役割を担ったが、8月18日の政変により、政局が一変すると前藩主、山内容堂によって投獄される。1年8ヶ月20日の獄中闘争を経て、切腹を命じられ、土佐勤王党は壊滅した。武市帝と同城跡の日文政12年9月27日、土佐国吹井村に生まれる。武市家はもともと土地の豪農であったが、半平太より5代前の半右衛門が、享保11年に郷士に取り立てられ、文政5年には白札格に昇格。白札郷士とは、城主として認められたことを意味する。天保12年、一刀流、近見伝四郎に入門して、剣術を学ぶ。嘉永2年、父母を相次いで亡くし、残された老祖母の扶養のために、半平太は、同年12月に、郷士、島村源次郎の長女、富子を妻としている。翌嘉永3年3月に、高知城下に転居し、小野派一刀流の浅田直会の門で剣術を学び、間もなく、書伝を授かり、嘉永5年に、中伝を受ける。嘉永6年、ペリーが浦賀に来航して世情が騒然とする中、半平太は、藩より、西国筋形成視察の任を受けるが、待遇に不満があったのか、これを辞退している。翌嘉永7年に、新町に道場を開き、同年に、浅田より廻伝を伝授される。安政元年に、土佐を襲った地震のために家屋を失ったが、翌、安政2年に新築した自宅に、妻の叔父にあたる、槍術家、島村寿之介との共同経営の道場を開き、勢望が高まっていた半平太の道場には120人の門弟が集まった。この道場の門下には、中岡慎太郎や岡大蔵等もおり、後に結成される土佐勤王党の母体となる。同年秋に、剣術の技量を見込まれて、藩長の命により、安芸郡や上郡での出張教授を行う。安政3年8月、藩の臨時御用として、江戸での剣術修行が許され、岡大蔵や五十嵐文吉らを伴って、江戸へ出て、鏡新明智流の私学館に入門。半平太の人物を見込んだ桃井は、廻伝を授け、塾頭とした。塾頭となった半平太は、乱れていた道場の風紀を正し、その気風を祝然となさしめた。同時期に、坂本龍馬も、江戸の桶町千葉道場で、剣術修行を行っている。安政4年8月、半平太と龍馬の親戚の山本琢馬が商人の時計を拾得売却する事件が起きた。ことが藩に露見したため切腹沙汰になったが、半平太と龍馬が相談の上で山本を逃がしている。これからほどない9月に老祖母の病状が悪化したので、土佐に帰国した。安政5年に一生二人扶持の加増を受け、剣術書自世話方を命じられる。安政6年2月、一橋慶喜の将軍家使用率を運動していた土佐藩主、山内豊重が、大老、井伊直弼によって隠居させられ、同年10月には、謹慎を命じられる。土佐藩士たちはこの幕府の処置に憤慨したが、翌安政7年3月3日に、井伊が暗殺され、土佐藩士たちは、変を赤穂義士になぞらえて喝采し、尊王攘夷の機運が高まった。同月、祖母が死去し、その喪が明けた7月に半平太は、岡大蔵や久松清は、島村外内を伴い武者修行の西国遊歴に出る。龍馬は、今日の時世に、武者修行でもあるまいと笑ったが、その真意は、西国諸藩の同性視察であった。一行は、長州を経て、九州に入って、諸藩をめぐり、途中、伊蔵は、家が貧しく、国へ帰れば再び出ることは、難しかろうと豊後国岡藩の堀道場に託して、年末に帰国した。この旅行で半平太は、上位八士の思想に大きな影響を与えた国学者、平田篤胤の霊能心柱を持ち帰っている。文久元年4月、半平太は、江戸で諸藩の上位派と交際を持っていた、大石弥太郎の召請に応じて、剣術修行の名目で出立、7月に江戸に到着し、長州藩の桂小五郎や草加玄瑞、高杉晋作、薩摩藩の川山三円、水戸藩の岩間金平ら尊王攘夷派と交流する。半平太は特に草加に振服し、草加の師である吉田松陰の草莽屈起の思想に共鳴した。土佐藩の尊王攘夷運動の立ち遅れを痛感した半平太は、草加、川山と三藩の反論を攘夷に一決して、藩主を入京せしめ、朝廷を押し立てて幕府に攘夷を迫ろうと提案し、この提案は一同の同意を得ることとなった。8月、半平太は築地の土佐藩中屋敷で少数の同志と密かに土佐勤労党を結成し、大石弥太郎の起草により隠居させられた労工の志を継ぎ、一藩勤労を旨とする名医枠を定めた。9月に帰国した半平太は同志を募り、坂本龍馬が土佐における筆頭加盟者となり、正木哲馬、平井治次郎、中岡慎太郎、吉村小太郎、岡大蔵ら最終的に192人が加盟した。加盟者の大半は、下士、郷士、地下浪人の下級武士や庄屋で、上士は2人しか加わっていない。この頃の土佐藩は、陽道の新任厚井三世、吉田東洋と配下の新尾小瀬組が政を司り、意欲的な藩政改革を進めていた。故に、反論は、東洋の唱える開国、公部合体であり、また初代、山内和豊が、徳川家康の格別の抜擢によって、土佐一国を配領した歴史的経緯から、土佐藩では幕府を尊崇する気風が強かった。10月23日、半平太は反論を刷新すべく大観察、福岡東寺及び大崎健三に進言するが、諸正論であると退けられ、半平太はなおも、東洋宅を訪問して、時世を論じ勤労と攘夷を説くが、東洋は、底元は、老子の輩に翻弄されているのであろう。腐女子のごとき軽視の苦行を相手にして、何事ができようか。山内家と幕府との関係は、島津、毛利とは違う、両藩とことを同じにしようとは、不注意の極みであると一蹴した。半平太は反論を転換すべく、各方面に運動するとともに、長州の草加玄瑞に、大石弥太郎、坂本龍馬らを使者に送り、薩長土勤労密約実現のための連絡を緊密にした。長州でも長井雅楽の開国論が反論となっており、草加は自藩の意義を痛嘆する返書をよこす情勢だった。だが、翌文久2年2月、草加の元へ送った吉村小太郎から、薩摩藩国府、島津久光が、西兵2000をもって、律兵上京するとの報がもたらされた。草加ら攘夷派はこれを、攘夷のための挙兵であると解釈しており、吉村は半平太に脱藩して、薩摩の勤労義挙に参加すべしと説くが、半平太はあくまでも一藩勤労の実現を目指すべきだと自重を促した。吉村はこれに納得せず、宮所のよろしぐらと共に脱藩して、長州へ向かい、ついで、沢村惣之丞と坂本龍馬も脱藩してしまった。龍馬の脱藩について半平太は後に、龍馬は土佐の国にはあだたぬやつ、広いところへ追い放してやったと語っている。半平太は吉田東洋の戦を憎む、主給派で連士の山内大学、山内氷之助、山内民部、家老の柴田敏吾、後藤蔵之助らと気脈を通じるようになる。半平太は、穏当な手段での東洋排斥を彼ら連士画廊に、徳が山内民部の一人と応用さえなければ、他の輩は一時に打ち潰すこともできようとの言葉を暗殺の示唆と受け取り、半平太はついに東洋暗殺を決断した。これには来る4月12日に、藩主、山内豊藩が、参勤交代のため出立することが決まり、東洋ら砂漠派に囲まれた藩主、豊藩が江戸へ行ってしまえば、草唐戸の三藩藩主勤王常楽の密約は、水泡に返すとの情勢の切迫もあった。4月8日夜、豊藩に本能寺狂変の進行をして、北区都城にあった吉田東洋を、半平太の指令を受けた土佐勤王党の那須信吾、大石段蔵、安岡嘉助が襲撃して殺害し、その首を郊外の岩切峡に獄門にかけ斬官状を掲げた上で、刺客たちは逃亡脱藩した。東洋派の藩長は激怒し、容疑者の半平太以下、土佐勤王党の一網打尽を図るが、土佐勤王党はこれに反発して討ち死にも辞さぬ構えを示し、一触即発の事態になった。この事態を打開すべく、半平太は山内民部に書簡を送り、これを受けた山内民部が土佐勤王党に自重を促すとともに、土佐勤王党を庇護していた山内大学、三内下総と図って政権を掌握し、半平太率いる土佐勤王党は彼らを通して実質的に藩政の主導権を握った。12日に東洋派は藩庁から一掃され、暗殺された東洋の吉田家は知行を召し上げとなっている。これより前の文久2年3月に薩摩藩国府、島津久光が受諾したが、攘夷派の期待と異なり、久光の真意は公部合体にあり、4月23日には寺田屋騒動が起きて、有馬新七ら薩摩藩攘夷派は粛清され、彼らと行動を伴いにしていた吉村小太郎ら土佐脱藩同士も創刊させられた。過激攘夷派を弾圧して、暴発を防いだ久光は朝廷を押し立てて、将軍常楽、五大老の設置、そして一橋慶喜の将軍貢献職、松平春嶽の大老就任による幕政改革を要求する。4月27日には、長州藩正史、毛利貞弘が受諾して、国事終戦の勅命を受けた。この後、長州藩では、攘夷派が優勢になり、7月に開国派の長井雅楽が、罷免されて、早く攘夷が反論となる。半平太は、長州と同様の勅命を土佐にも下させるべく、同志を京に派遣して朝廷に働きかけ、これを受けた朝廷は、薩長両藩に続き、土佐藩を受諾させるべく山内家と、姻戚関係にある三条耳を介して、受諾催促の書簡を送った。しかし、主給派が多数を占める藩庁は、遠曲にこれを拒否する返書を送った。吉田東洋暗殺のために延期になっていた、山内豊藩の参勤交代出たちは6月28日となり、人数は通常600人ほどを2000人に増員した大部隊になったと伝えられ、半平太をはじめ島村栄吉、平井修二郎ら土佐勤王党の同志数十人も愚侮した。参勤交代の一行は、播磨国姫路で麻疹の集団感染が発生して、豊藩も罹患したため大阪での約1ヶ月の逗留を余儀なくされた。この大阪逗留中の8月2日に、吉田東洋暗殺の下手人探索をしていた、元下横目の井上佐一郎が、岡田伊蔵ら土佐勤王党に殺害されている。武市随山寓居後参勤交代の行列を、京都に止めようとする半平太の狙いとは逆に、主給派は京都に立ち寄らずに江戸への投下を策謀していた。このため、土佐勤王党に同情的な大監察、小南五郎右衛門が江戸へ下って、老公、陽道に藩主の受諾を解き、ついに陽道は町名を排除せよと決断した。8月25日、豊藩は京都河原町の土佐藩邸に入り、在京警備と、国事終戦の勅命を受けた。うるう8月に半平太と小南五郎右衛門、平井修二郎、小原与一郎、谷守村尊上派が他藩応接役に任じられた。半平太は終戦活動のために藩邸を離れて三条、木屋町に寓居を構え、藩主、豊藩の名で朝廷に向けた、建白書を起草した。この建白書の内容は、山城、摂津、大和、近江四緑国を天皇の直轄地とし、直轄地に配置した親王以下の国司は、諸国老師を家来として召し抱えること、江戸への参勤交代を5年、ないし3年に一度へと軽減させることなどを権限するとともに、政令はすべて天皇から諸大名へ直接発すべきで、あるとし、王政復古を主張するなど、時代に先んじたものであった。同時に、長州の久坂玄瑞ら他藩の志士、三条、耳や姉が小路高知をはじめとした、朝廷内の尊攘伯業とも緊密に連携し、朝廷を代表して幕府に、上意督促する勅使を江戸へ投下させる、画策のもと、朝廷工作に奔走する。これらの動きが功を奏し朝廷が、上意の朝議を決定した際、一橋慶喜がこれを覆そうと入京を画策したが、半平太は裏工作によりこれを一時妨害することに成功している。この時期、京都では過激な尊王攘夷派による天誅、残姦と称する暗殺が横行し、半平太も少なからず関与していた。半平太の下で動いた人物では、後に人斬りの異名を持つことになる門弟、岡大蔵と薩摩藩士、田中新兵衛が有名である。半平太が関与したとされる天誅には、越後の志士、本間誠一郎の暗殺、安政の大獄で志士を弾圧した目明し、文吉の虐殺、石部塾における幕府同心、与力4名の襲撃暗殺がある。しかし、同月に、関白、近衛忠広が半平太に対し洛中での天誅、残姦を控えるように命じてから後は、半平太の直接指揮による軽での暗殺事件は確認されていない。また、侍従、中山忠光から、前関白、九条久忠と、岩倉智美ら幕府に通じる三京両品の暗殺のための資格の貸与を申し入れられたが、これは断り、軽挙を止めさせている。10月、幕府に対する上意督促と御神兵設置を要求する勅使として、正使、三条、耳、副使、姉が小路高知が派遣されることになり、山内豊藩には勅使経営が命ぜられた。警護役には土佐勤王等の者が選ばれ、半平太は姉が小路の雑将となり、柳川左門の仮の名が下賜されて、江戸へ随行。勅使の雑将として、江戸城に入城した際は、将軍、徳川家茂にも拝謁し、幕府から供応を受けている。幕府は勅命への対応に苦慮したが、陽動の働きかけもあって、曖昧ながら、上意の勅命は、受け入れ、御神兵設置については謝絶している。また、この時期に、長州藩の高杉晋作と、久坂玄瑞が、横浜の異人間襲撃を計画し、久坂は半平太にも参加を呼びかけるが、久坂の口から、土佐勤王党の広瀬健太がこれに加わっていることを知った半平太は、山内陽動に訴えて、収拾を来い、陽動の警告を受けた長州藩正使、毛利貞弘が、高杉らを接遇して、襲撃は中止となった。この事件の余波で、長州藩の主婦正之助が陽動に暴言をして、長州藩士と土佐藩士が衝突しかける騒ぎが起こっている。江戸滞在中に半平太は7回、陽動に拝謁しており、その感激の思いを、妻、富子に書き送っている。12月に役目を終えて、京都に戻った半平太は、入京以来の功績に報いる形で、上司下来水組への昇進を命じられる。さらに翌文久3年3月には、京都留守居下役となった。白札合司から上司下への昇進は、それまで土佐藩において前例のないことであったが、同志たちはこれを半平太を勤王運動から引き離す。ための陽動の策謀と考えた。勅使護衛の任に当たっていた半平太の留守中に、京都で他藩応接役を務めていた平井修次郎は、正木哲馬、広瀬健太と共に、奨励院宮から領事を賜り、これを盾に国元にいる先々、大藩主、山内豊助に働きかけて、藩政改革を断行しようと動いていた。この頃、陽動は、土佐勤王党の台頭に露骨に不快感を示し始めており、半平太を除く勤王党志士に対し、他藩士との政治交際を禁じる通達を出した。文久3年1月25日に入京した陽動は、奨励院宮から平井正衡の動きを知らされ、僭越の沙汰であると激怒して、両名を罵倒して罷免した上で、土佐へ送還させた。陽動は3月に土佐へ帰国すると、直ちに吉田東洋暗殺の下手人捜索を命じ、土佐勤王党に同情的な大監察、小南五郎右衛門、国老、深尾かなえを解任し、大監察、平井善之丞は辞職を余儀なくされた。この頃の半平太はかねてより不和が生じていた薩摩と、長州の融和に腐心していたが、土佐勤王党を取り巻く情勢が険悪化する中、4月に半平太は、薩長和解調提案の決裁を陽動に仰ぐために、帰国することとなった。久坂玄瑞は危険であるとこれを止め、帰国せずに脱藩して、長州へ亡命するよう勧めるが、半平太は亡命を拒否し、同志たちに監視の決心を持って一藩勤王の阻止を貫徹すべきであると告げて帰国した。平井治二郎、正木哲馬、広瀬健太は入牢させられ、厳しく尋問された。帰国した半平太は3名の除名を陽動に嘆願するが、6月7日に死罪が決定し、翌8日に3人は切腹した。半平太はなおも望みを捨てずに、陽動に謁見して、藩政改革の意見書を提出するとともに国事を論じた。陽動は半平太を罰しないが意見を入れることもなかった。8月18日に会津藩と薩摩藩による政変で、長州藩が中央政界で失脚すると同時に、事態は一転し、勤王派は急速に衰退し、代わって公武合体派が主導権を握る。同時期に大和国で吉村小太郎、那須信吾ら土佐脱藩同志らを中心とする天中組が挙兵するが、翌月には壊滅して吉村らは討ち死にしている。尊攘派の情勢が急激に悪化する中、9月21日に慶氏の沙汰によりの名目で、半平太ら土佐勤王党幹部に対する逮捕命令が出され、半平太は城下帯屋町の南海署に投獄された。ゴクリが半平太の人物に傾倒したために、彼らに便宜を図ってもらえたとされ、ゴクリらを通じて、家族や在獄中の同志と秘密文書のやり取りも可能となった。これにより、長期にわたる獄中闘争の中で同志の団結を維持し続けると、共に、軽挙妄動を戒めた。取り調べの際、上司である半平太は、決心に至るまで拷問されることはなかったものの、計画の同志たちは厳しく拷問された。半平太らはまだ捕らえられていない獄外同志や、その他の協力者への連累を食い止めるべく吉田東洋暗殺事件をはじめとした非議事実を否認し続け、長い獄中闘争を耐えた。だが、京都に残留していた岡大蔵が、元治元年4月に捕縛されて、土佐に送還され、監察府の拷問に耐えかねて、慶や大阪での天中事件への関与や、その実行者の名を次々と自白したことで、事態は悪化し、新たな逮捕者が相次ぐこととなる。武市随山浚節地7月に、安芸郡で、郷押し、清岡道之助ら23名が、半平太たちの釈放を要求して挙兵し、藩庁から派遣された足軽800人によって、鎮圧される、野根山屯州事件が起き、9月に、清岡らは、斬首に処された。この頃より監察府の陣容が一新され、小笠原忠八、乾大輔そして吉田東洋門下の後藤、正次郎らが、土佐勤王党の取り調べに当たるようになると、尋問は、さらに厳しさを増し、同志たちは厳しく拷問された。この時、平井善之丞の甥である、乾大輔は、半平太を一度取り調べたが、大輔は、勤王派であったため、半平太に同情的で藩庁の意見と合わず、ついに国元の役職を干されて、江戸での騎兵術修行を申し付けられ、遠ざけられてしまう。監察府の陣容一新の噂を耳にし、これまで以上の厳しい追及を覚悟した半平太は、裏本の休日を利用して3枚の獄中自画像を揮毫し、それぞれ妻と姉に送っている。遺贈の自白によって新たな逮捕者が相次ぎ、半平太らに対する取り調べも厳しさを増していった。半平太の実弟、田内英吉は監察府による厳しい拷問に耐えかねて、ついに自供を始めてしまい、さらなる自白を恐れて、服毒自殺。島村守吉も拷問死した。また、上司である自身に対しても拷問が行われることを覚悟した半平太は、これが現実になれば、獄中生活による衰弱も相まって、拷問に耐えきれず自白してしまう可能性を憂慮し、自殺用の毒を自身にも調達するよう外部に依頼している。国内外の同志は、なおも自白を続ける異蔵の存在が事態をさらに悪化させることを恐れ、彼らの間で異蔵を毒殺する計画が浮上した。この異蔵毒殺計画に関しては、後年の小説やドラマ等の創作の影響から、保身に走った半平太が異蔵の自白を恐れ、国外の同志に指令を発して、異蔵毒殺計画を実行したため、異蔵がこれに奮起し、半平太に対する憤りから自白を重ねたとする風説が流布されている。しかし、竹市瑞山獄中書館の編集者である横田達夫の研究によれば、前述の通り、異蔵は早々と拷問に屈して自白を重ねたこと、半平太は同志間で持ち上がった強引な異蔵毒殺計画には反対し、異蔵の実家からの承諾を優先させたこと、異蔵の実家から承諾を得られないまま獄が決心を迎えたため、最終的に毒殺計画は実行に移されていないことが判明している。さらに、異蔵本人は自身の自白によって同志らが一層厳しい境遇に追いやられたことを後悔し、以後の取り調べにおいては自身の自白内容について曖昧にぼかすなどしていたことも判明している。異蔵ら4名の自白はあったものの、半平太らが一連の容疑を否認し続けたため、監察府は、半平太や他の勤労投資士の罪状を明確に立証するまでには至らなかった。そして、慶応元年うるう5月11日、業を煮やした陽道のお見つけにより、主君に対する不敬行為という罪名で、半平太は切腹を命じられる。岡田伊蔵、久松清場、村田忠三郎、岡本二郎の自白組4名は斬首、その他は9名が永牢、2名が未決、1名がお預けと決まった。半平太ら勤労投資士が一連の容疑を堅くなに否認したことで、死刑は名手である半平太の切腹と、異蔵ら自白組4名の斬首のみとなり、獄外同志やその他協力者への連累は食い止められた。即日刑が執行され、異蔵ら4名は、獄舎で斬首。切腹を命じられた半平太は体を清めて清掃し、同日20時頃、南海所大公邸にて、未だ誰も成し得なかったとさえ言われてきた三文字割腹の法を用いて、方式通り腹を3度かっさばいた後、前のめりになったところを、両脇から2名の介錯人に心臓をつかせて、絶命した。享年37。時世の句は、再びと帰らぬ年を儚くも今は惜しまぬ身となりにけりであった。竹市半平太夫妻の墓、半平太の死によって、土佐勤労党は事実上壊滅した。中岡慎太郎ら一部の同志は藩を見限って、脱藩し、浪士となって、倒幕活動を進めた。後に、中岡慎太郎の仲介によって、乾泰助と西郷隆盛が、薩度倒幕の密約を結び、乾泰助は、土佐勤労党の志士らを釈放し、土佐藩は、薩長と共に、倒幕勢力の一翼を担うことになる。また、土佐勤労党を弾圧した、後藤象二郎が賛成となり坂本龍馬と開交して、大政奉還を主導したが、勤労の志士を再結集して、戊辰戦争を戦い、土佐藩兵を率いたのは、瑞山と、絵にある、乾泰助であった。維新後、木戸孝允が山内陽道との酒の席で酔い、殿はなぜ竹市半平太を斬りましたと陽道をなじったが、この時の陽道は、判例に従ったまでだと答えたきりだったと言われる。しかし、病に倒れて病床にあった晩年の陽道は、半平太を殺してしまったことを何度も悔いていたとされ、半平太許せ、許せと上言を言っていたとも伝えられる。竹市瑞山に関しては、土佐藩内で罪人として処罰された経緯があったが、維新後、有志の尽力により、明治10年に名誉回復される。明治17年に元土佐藩士の土方久元、田中光明、佐々木隆之らが中心となって、随参会が結成されて、土佐勤王党殉難者の記念碑建立と、竹市半平太の伝記編纂が決められた。翌年、高知県護国神社に南海中列碑が建立される。さらに、明治24年4月8日に、坂本龍馬、中岡慎太郎、吉村小太郎と共に正四位が追贈された。5月8日、東京、九段坂上において、竹市随山の追贈報告式が挙行された。この式典に際し、風志夫人は、実弟の島村和来次を伴って上京し参列。清家家からの代表者として、右大臣、岩倉具視公、旧土佐藩主、山内豊藩公、旧土佐藩大監察、後藤象二郎、板垣退助、佐々木隆之、土方久元、田中光明らをはじめ土佐勤王党の同志ら長野の再々た氏が参列。山内公、板垣伯、後藤伯が神前に深々と頭を垂れ、年頃に拝したのを見て、特に風志夫人は感極まって涙した。式典の後、九段坂上の富士見県で開かれた直来の席において、竹市随山の親族でもある板垣は、当時の経緯は、諸事あったとはいえ、土佐藩が随山先生を殺した処断は、日本における損失であり、等しに誤りであったと断言できると両者の間に立って、心痛の思いを吐露し、後藤も激しく同意した。この一言は、土佐勤王党の同志らの思いを代弁するもので、当時の藩庁側、勤王側、身内側の立場を知る板垣にしか発せられない言葉であったため、一同は、永年の留飲が一時に下がり心から、晴れ晴れとしたという。随山への取り調べが激化したとき、板垣は竹市を救おうとしたが、藩庁側と意見が合わず、無念の義理と讒言を受けて、職を解かれ、左遷されるかのように遠ざけられ、江戸で軍学修行を仰せつけられていた。伝記は、坂崎紫蘭が主筆となり20年余りの資料収集、編纂作業を経て、大正元年に維新土佐勤王誌が刊行されている。半平太の切腹後に、竹市家の家禄は召し上げとなり、未亡人となった富子の生活も困窮した。明治39年、宮内大臣に出世していた田中光明が富子に援助の手を差し伸べ、田中をはじめとする随参会の庇護によって晩年の富子は手厚く遇され、竹市家の養子の藩太も医学の道に進むことができ、梼原村で開業している。高知市にある半平太の旧宅と墓所は国の史跡に指定されており、旧宅近くに半平太を祀る随山神社がある。また、彼の生涯や業績を紹介する随山記念館が地元の住人らによって運営されており、絵師の広瀬金蔵の門人でもあった随山の手による美人画や童女遊戯図なども展示されている。竹市半平太立像、竹市半平太旧宅一部の創作の影響により、暗殺者の黒幕としてのイメージも強いが、半平太の人格を表する一種の完売が春に先駆けて咲き香る趣があった。や、人望は、西郷、政治は大久保、生糸に匹敵する人材といった言葉が残されており、中岡慎太郎が、西郷隆盛に対面した時の印象について、その誠、竹市に似ると評していることから、市井の人と謳われた西郷に匹敵するほどの誠実な人柄だったことが伺える。他方で、高杉晋作らの過激派からは穏健的と見られたり、半平太を切腹へと追いやった山内容堂からは、詩や狂作といった趣旨の批評もなされていた。ありがとうございます。